長期分散投資の、まあ、あの節約をしたいという方がやっぱり多いですよね。まあ、収入を増やすって今なかなか難しいと思うんですよね。なので、節約ならすぐにできるんじゃないかということでご相談が多いと思うんですね。固定費の見直し、まあ、支出の見直しのコツを知りたいってことですね。で、支出の中でやっぱり、固定費が一番大事ですね。家賃とか、まあ今だったら、電力会社も選べますので、その固定費っていう面でも、まあ、電力は変動はしますけども、いわゆる毎月かかるっていう部分ですよね。あとは毎月かかるっていうと、SIM、Wi-Fi とか、携帯の料金ですね。もう格安 SIM に絶対変えるというのは必須だと思います。まあ、楽天モバイルとかですね、安くなってますよね。まあ、家賃はとにかくですね、無駄にかかっていることが多いので、ここをまず見直すことが